何でもよい。そなたが望むものがあるならば、そのすべてを与えよう。その強運への褒美と思うもよかろうし、わらわの求めに対する正当な対価と考えてもよい。そなたにとっては全く大したことではないかもしれない。しかしわらわにとってはそれだけ意味がある取引だということ。せっかくわらわは魔女なのだから、魔女にしか叶えられない願いを求めるのが利口ではないかと思うぞ。せっかくの機会ではないか。この黄金のベアトリーチェから恩恵を得られるなど。わらわの通り名は黄金の魔女。金蔵に与えたように山なす黄金を与えることは造作もない。何しろ人の世の快楽はすべて金で換算できる。すなわち黄金こそが人の世の快楽そのものなのだ。そなたは想像ができるか。生涯をかけても使い切れぬ黄金の山が。難しい。どれほど空高く積み上げた黄金であろうとも、満たされぬものがあることを知っている。埋められぬ隙間があることを知っている。わらわはそれをないがしろにしないし、それこそが魔女であるわらわにしか与えられぬ褒美であると考えている。そなたのそれをわらわが埋めてやるというのはどうか。なるほど、これはいい。わらわはそれをないがしろにしないし、それこそが魔女であるわらわにしか与えられぬ褒美であると考えている。わらわにしか与えられぬものだ。そなたもさぞや喜ぼう。口にせずともよい。そなたの心の隙間など顔に書いてあるからすぐにわかるぞ。そなたの深き心の傷はどこまで遡れば癒せるのか。これは深い深い。
時に破片を飲み込んだまま傷口が閉じてしまうこともある。そういう傷は見た目には癒えていても永遠にうずきを感じ続けるものだ。完全に治すため今一度傷口を開くこともあろう。そなたの痛みはすでに生まれながらにして運命づけられたものか。これは何ともつらいものよ。言わずともよ。わかるわかる。ローザ、ローザ、どうしてお前はそんなにバカなのか。ローザ、ローザ、どうしてお前はそんなにバカなのか。ローザ、ローザ、どうしてお前はそんなにバカなのか。やって癒すのか。可能ではあるが簡単ではない。時間を巻き戻し、そなたに兄と姉がいなかった世界を与えることもできよう。しかしそれではそなたは兄と姉に苦しめられた記憶が残らず、故にそれをもって褒美であると言われても
納得はできない。飢えは癒してこそ満たされる。飢えそのものをなかったことにしても誰も感謝しない。日々の飽食に感謝する若者がいないようにな。わかるか。となれば、そなたの痛みに報いる喜びがいる。そなたは苦難の過去を誇っていい。苦難を知らぬ者には味わえぬ快楽を知る資格があるからだ。この快楽を知る者は同じ喜びを他者にも与えずにはいられなくなる。食は人の快楽の多くを占める。生涯生き続ける限り豚のように食い続けなくてはならない。一食で足りなければいくらでも。その心の痛みが癒えるまで美食の宴を続けようではないか。始めろ、カグども。ドイツ産のキフワインにあやかった甘きアペリティフよ。白ワインを赤きゴールデンドロップで染めたワインカクテルだ。名付けるならばブラッディ・クラウスか。そなたの兄を圧搾機にかけて絞り出した血のゴールデンドロップだけで染めてある。そなたは紅茶に詳しかろうから意味がわかろう。ゴールデンドロップとは最後の一滴のことだ。紅茶で最も貴重な一滴と言われている。そして血のゴールデンドロップも同じ。人間から絞り出せる血液の貴重なる最後の一滴、あれにて絞る。しかしゴールデンドロップは一度に一滴しか取れぬ。
どんな人間からも一滴以上は取れぬというわけだ。しかしわらわは魔女、人を蘇らせることもまたたやすい。もう十分だ。下がれ。ゴールデンドロップがどれほど貴重なものかお分かりいただけたかな。それを集め、それほどに赤く染めるには何十人分も絞らなければならない。口目は色抜け、この男に殴られ口中に滲んだ血を飲み込んだ日を忘れたか。そうそう、あの味を思い出せ。こぼし尽くして枯れ果てた涙の味を思い出せ。その悔しき思い出を癒して足りるアペリティブであると信じている。それは旬の野菜による二枚舌のサラダ風だ。お前がいつか食いちぎってやりたい9歳の誕生日の日に願った、エヴァの舌で作った念願のサラダよ。姉の二枚舌のお味はどうか、さぞや柔らかくとろけるであろう。そのサラダにはエヴァの舌を5枚も惜しげなく使っている。舌は1人から1枚しか奪えない。し
かしわらわなら何度でも奪える。お気に召さぬか。まだまだ料理は続くぞ。ルドルフの顔の皮で包んだスズキのパイ、脳みそを茹でたスープに肝臓のフォアグラ、デザートにも期待せよ。兄弟だけではないぞ。お前が信頼しにもかかわらず裏切った人間たちをふんだんに調理した。この宴をそなたの心が満足するまで永遠に続けようではないか。永遠。嬉しいだろう、後ろ宮ローザ。嫌がるふりなんかするなよ。本当は嬉しいってのは分かってるんだぜ。笑いたくば笑えばいい。ムカつく兄貴や姉貴の悲鳴の生演奏がないとご機嫌になれないってんならいくらでも聞かせてやる。いいんだよ、いやいやで。それがお前の性分なんだろう。本当は全身が泡立つほどに嬉しいんだよ。なのに表向きは苦しんでるふりをしてるだけなんだよな。いいんだぜ。ここにはお前が気にする世間体も体面も何にもない。存分の大笑いして食い散らかせよ。最高の宴だろ。後ろ見やろうぜ。すまぬすまぬ。デザートを驚かそうと思って内緒にしていたが、やはり明かしておこう。明かせばフルコースを食べ遂げようという励みにもなるだろう。デザートは、お前が愛しているふりをし続けなければならないマナ娘マリアとリンゴのオーブン焼きだよ。うまそうだろ。こいつを食べればお前は全てから解放される。自由だよ、自由。やっとローザという一人の人間として自由を得るんだよ。嬉しいだろ。嬉しいはずさ。よだれが垂れてるぜ。鏡を見てみろよ。邪魔だった。邪魔じゃない。ママがマリアのこと邪魔ならマリア食べられても平気だって。マリアはいつもママにひどいことばかり。ママが男の人を連れてくるときも静かにできなかった。ママが男の人とお泊まりしてくるとき寂しくて暴れてお部屋を台無しにした。勝手に探しに行って迷子になって警察のお世話になってママに恥をかかせた。何日も帰ってこなくて泣いちゃって近所の人に慰めてもらってママに恥をかかせた。こんなマリアだからママの迷惑になってる。生まれてきてごめんなさい。だからマリアはママのために美味しいリンゴのオーブン焼きになるの。そしたらママに初めてマリアがいてよかったって思ってもらえるかな。マリアを食べて美味しかったって思ってもらえるかな。美味しいよね。甘類にむせべよ。娘がここまで言ってるぜ。マナ娘とリンゴのオーブン焼きなんて最高のデザート。これだけ美味しい食材に育てられるの。あんた
最高の母親だぜ、後ろ宮ローゼ。ママ、今までありがとう。バイバイ。待って待って、マリア、違うの、もうやめて、こんなの嫌、私はこんなこと望んでない、もうやめて、お許して。我がもてなしに満足してもらえたか、ならばそなたには認めてもらおう。わらわが魔女であることを宣言せよ。後ろ宮ローザ、ベアトリーチェを魔女と認めると宣言せよ。認めます、魔女だと認めます。だからマリオを返して、ついに認めさせたぞ。小賢しきバトラはすでに屈服し、黄金鏡に招かれながらわらわを否定する愚か者ローザにも認めさせた。完璧だ、 It's perfect、 成し遂げたぞ、完璧な勝利を。さあマリアを連れて行け、ローザに美味なオーブン焼きを振る舞ってやれ。マリア、うまそうだな。俺にはてめえの牛乳をスライスしてサンドイッチを作ってくれ。その声は、家具となって魂まで屈服していたはず。そのつもりだったんだがな、てめえの趣味の悪いレシピに耳を貸してるうちに腹が減ってきちまってよ、魔女の丸焼きが食いたくなってきちまったのさ。それからマリア、自分を食べてなんてセリフは10年早いぜ。ただし10年経ったら必ず俺に言えよ、約束だぞ。約束する。バトラ君、待たせたな。どうぞおばさん、俺は忘れてたぜ、こいつは俺とこの女の一騎打ちだったんだ。俺が屈するわけには断じていかなかったんだ。どうぞおばさんが粘ってくれたおかげで再び戦う気力を取り戻したぜ。気に入った。そうでなくてはな、わらわの期待する後ろ宮バトラとはそうでなくてはならん。わらわを否定してみろ、そしてそれをわらわは完膚なきまでに叩き潰す。何度でも屈服させてやろうぞ。一度靴をなめたそなたに何度でも敗北の味を教え込んでやる。何度でも屈服させてやろうぞ。一度靴をなめたそなたに何度でも敗北の味を教え込んでやる。上等だぜ、この後ろ宮バトラ、泥をすすってでも立ち上がる男だってことを教えてやる。俺は喧嘩で無敵だった試しはね、何度かは負けてる。だがな、必ず泥をすすって立ち上がる、そして必ず蹴りをつける。男の喧嘩はな、負けを認めない限りどれだけ叩きのめされようと負けじゃねえんだよ。一本取られただけで俺が参ると思うなよ。楽しませてやるぜ、ベアトリーチャー。
受けて立とうぞ後ろ宮バトラー。カグド、次なるゲームの準備を始めよ。その間に貴様にはたっぷりと聞かせてもらおうではないか。こたびのゲームでは密室も多いぞ。そなたの逃げ工場のほとんどをわらわが赤で叩き潰した。その上でさらにどのようなへりくつで言い逃れてみせるのか。礼拝堂の鍵、ジェシカの部屋の鍵、使用人室の鍵、夏日の部屋の鍵、客間の鍵、お前らのお得意な妄想暴言クズ、とんでも頂点界斜め上でわらわをとことん否定してみせろよ。ああダメだぜ、全然ダメだ。さて、
お楽しみいただけたか、こたびのゲーム。ここまで一方的なワンサイドゲームだと見応えを通り越して退屈よ。これはこれは相変わらずお点が辛い。退屈を愛さないベルンカステル卿にふさわしい迫力ある展開だったと自負していただけに、これは手厳しい。迫力についてはまあ認めるわ。ただフェアなゲームとしてはひどいものね。もう少し対等な条件でないと。勝ち目がないと言われるか、ベルンカステル卿に。どういう意味かしら、ベアト。ごまかさなくてもよい。すでに知っておるぞ、そなたが傍観者でないこと。隠し通せているつもりか。そなたは人の領地まではるばるやってきて、わらわの逆の目に貼る不届き者よ。わらわのゲームを傍観するつもりでいて、わらわの敗北に熱く張っておるのだろうが、図星であろう。だったら実に面白い。あのラムダデルタ卿を退けた最強の魔女ベルンカステル卿と戦える機会を賜れるとは本当に愉快よ。ええ、私も愉快よ。そこまで自信満々のあなたがボロボロに負けるところが見たくてはるばるやってきたんだもの。なんと素直なお人なのか。それにしてもわらわと大ベルンカステル卿との対決をただの一人の感染者もなくというのは、いくらなんでももったいないというのに。呼んだのね、あの子。調子はどうかしら、エンジェ。見つけたわよ。ようやく見つけたわ、ベルンカステル。ごきげんよう、ラムダ。あなたも暇ね。退屈を愛さない同士、再び巡り合うのは運命かしら。バカな子ね。私に勝てたのは、ちょっとした運と相性の問題だと、どうして気づかなかったのかしら。それで天狗になって、よりにもよってベアトリーチェに喧嘩を売るとは、身の程知らずもいいとこね。ベアトリーチェは強いわよ。私より残酷だしね、ほんのちょびっと。あとそれと、人のことを勝手にラムダって略さないで。ベアトもバカね、この子も。あんたのゲームであっても、しっちゃかめっちゃかにするわよ。ラムダデルタ卿には決してギャラリーとしてだけお呼びしたのではない。そなたがわらわと逆の目に張っているとお伝えしたら、今日はそなたの逆の目に張ると仰せになられた。あんたまだ根に持ってるのね。私は宇宙最強の魔女なんだから。でもあんたに負けちゃったから最強じゃないの。だからあんたと敵対する相手は誰であっても私を味方するんだから。というわけだ。大ベルンカステル卿が相手ならば、この程度ではハンデにもならぬだろうが、余興にはふさわしかろう。好きになさ、バレてる以上私も本格的にやらせてもらう。それがよかろう。ラムダデルタ卿、この度の貴重な縁を楽しもうではないか。ええ、こちらこそよろしくよ、ベアトリーチェ卿。こいつには私も散々に栄養を飲まされてるの。私たち二人で叩き潰して2倍でお返ししなきゃ腹の虫が収まんないのよ。こちらこそよろしくよ、ラムダ。そしてベアト、どういう勝敗になろうと、これは私たちにとってとても有意義な戦いになるわね。そうね、もちろん負ける気はないけど、私たちには勝敗以上に意義がある。
何しろわらわたちは退屈を愛さない。その通りよ。感謝するわベアト。やっと退屈から逃れられそうだね。せいぜい私を楽しませなさい。そうさせてもらうぞ。そうと決まればベアト、早速作戦会議をするわよ。その子の弱点は知り尽くしてる。それを全て伝授してあげるわ。にもかかわらずラムダデルタ卿は親ぶれになられたと。もう教えてあげない、教えてあげない。つー退屈しない御人であるな、ラムダデルタ卿は。でしょ、面倒をよろしくね。あれで寂しがり屋なのよ。なるほど、今流行りのなんとかというやつか。さすがはラムダデルタ卿、最先端でおられる。もう行きなさい、あの子。あなたが追っかけてくるの待ってるわ。それでは失礼しよう。また次のゲーム。ごめんなさいね、厄介なのが来たけど。気にしないで。それよりひどいことになったわね。私もラムダとのゲームでだいぶ悲惨な末路というのを経験してきたつもりでいるけど、今回の群を抜いてひどいわ。あなたが膝を抱いて心を閉ざしてしまう気持ちもわからなくない。こんな末路、あと何度もやられたら100年を待たずに心が殺されてしまうわ。ベアトにカンパされてしまったから白状する。今のあなたはかつてラムダの世界に囚われていた頃の私にそっくりなの。私はそこから生まれた魔女だから、あなたの姉に当たるのかもしれない。だからあなたに力を貸そうと決めたの。しかし私の運命に比べてもあなたのそれはあまりにも無謀、同情どころか涙までもらってしまいそうなあまりに悲惨な運命よ。でもどうかくじけないで。ベアトになんか決して屈しないで。確かにあの子のゲームはあまりに卑劣。ゲーム版を少しだけ見させてもらったけど、あまりに卑劣かつ狡猾な仕掛けで、その舞台仕掛けのいやらしさは多分ラムダデルタのゲーム版のそれをはるかに上回るわ。しかも恐ろしいことに、あの子は駒を刺すとき常に最善手を刺しているわけではないの。ここがラムダとは大きく異なる点。ラムダは勝つために常に最善手で圧倒的な数の駒を刺してくる。しかしベアトはたまにわざと手を抜いて駒を刺してくるの。困ったこと、相手の刺し手から手の内を探ろうとしている私たちにとって、これは非常に手強い情報のノイズ、厄介な撹乱になりうるわ。しかしチェスに例えるなら、無駄な一手は相手にノイズを与えるかもしれないけれど、貴重な一手を損していることに違いはない。つまり付け入る余地はゼロじゃないってこと。あなたには信じられないだろうけども、今回のゲームもそう。あれだけ圧倒的な展開に見えて、実は隙がある。付け込ませたいかのように隙がある。それが罠なのか、こちらを試しているのかわからないけども、とにかく屈服しないで、思考を止めないで、あらゆる可能性を否定しないで、あなたが戦う意志を持ち続ける限りベアトに勝ちはない。魔女の戦いは守りが肝心よ。勝とうとするより負けないようにしなさい。認めたら負けなら、断じて認めてはダメ。あなたに魔女を認めさせること、これがベアトリーチェの勝利条件の一つであることはもはや疑いようもないのだから。
私もあなたの味方であると公言した以上、できる限りの力になれるよう努力するわ。あなたも努力なさい。もしまだ膝を抱いているなら、早く立ち直って、こういう時なんて言ったかしら、ファイト、おー、みぱー、恥ずかしいわね。これ私がここまでしてあげたんだから、早く立ち直りなさいよね。いたいた、ベルンはいじけてどっか行っちゃったかしら。本当にざまあないったらありゃしない。それにしても相変わらずベルンが選ぶ駒はしょぼいわね。チェスだってそうでしょ、駒が全部ポーンだったら勝ち目ゼロでしょ。駒が全部ルークやビショップだったら絶対負けやしないわ。まあ前回は私がついつい哀れになって、好きな場所から駒を進めていいわよって言ったら、ベルンのやつお情けの空気も読めずに手持ちのポーンを全部入場させた状態から始めて、何よあれ、あんなの負けでも何でもないんだから。うーん、思い出しただけでもムカムカするわ。そんなわけでこの私はベルンがギャフンとする顔を見ないと腹の虫が収まらないわけ。そんなわけなんで、ベルンの駒のあんたがそんなざまなんで、私は最高にいい気分なわけ。しかもあの子はあれでいて本当に負けず嫌いだから、きっと今頃悔しくって歯ぎしりをして涙をポロポロ流してるわよ。本当にざまないわよ。ほら、あんたも一緒に笑いなさいよ。ちょっと、あんたまだ膝を抱いてるの？ベアトにちょっと本気出されたくらいでもうそのざまなの？情けないったらありゃしない。あんまり情けないからちょっとだけ力を貸してあげるわ。この宇宙最強で絶対の魔女であるダイラムダデルタ卿があんたの絶望的な勝率をほんのちょっぴりだけ絶対に近づけてやるわ。感謝なさい。ベアトリーチはね、確かに残酷で強力な魔女かもしれないけれど、この私の敵じゃない。なぜか甘いからよ。あの子はあと数手でチェックメイトできる局面を作りつつ、わざと詰めないくだらない駒を取ったり、余計な駒を置いてより一方的な盤面にしてみたり、早い話が勝ちが見えると遊び出す悪い癖があるってわけ。あんたやベルンにとって辛い様々な攻め手のほぼ全てが、私から見ればやりすぎの無駄もいいところ、つまりそれこそ好きでありチャンスでもあるってわけね。恐れるに値する相手じゃないでしょ。手段と目的を時に履き違える、そして悪い遊びが過ぎる、その結果自ら弱点を作り晒してさえいる。私のような最強の魔女から見ればなんでこんな余裕ぶったことをするのか理解できない。自ら勝率を下げてるなんてね。でもまあ、そのせいでベルンみたいな相手を読んでかわすタイプの魔女には非常に相性が悪いってわけよ。読みが効かないから、ベルンにとっては私みたいな素直で正直なタイプは読みやすくてやりやすいんでしょうね。ムカつくことに。まあでも私みたいな超火力タイプはベアトみたいな軽くて広い弾幕タイプなんか真正面から打ち破れちゃうわけだから、相性のじゃんけんみたいなものかしら。私がパーならベアトがグー、ベルンはチョキってとこね。まあどうでもいいことかしら。確かに私のパーはベルンのチョキに負けるけど、パーよりはるかにすごい超パーだったらチョキにだって勝てるでしょ。つまりこのラムダデルタ卿は超パーってわけ。少しは血色が戻ってきたみたいね。ベアトのやつローザとかいう駒をいじめて遊んでるわ。一見すると本当に趣味の悪いやつだと思うでしょ。違うのよ、あんたが立ち直って戻ってくるのを期待して時間を潰して待ってるだけなのよ。わざと憎まれるようなことをして
あんたの義憤を引き出そうという手ね。ああ、やだやだそういう子って。じゃあ、私は戻るわね。あ、私があんたにちょびっとだけ力を貸したのは内緒よ。別に、あんたを助けたくて力を貸したわけじゃないんだからね。この宇宙最強の魔女の私は、ベルンに負けて最強の座を奪われちゃったの。それで私は、ベルンからその座を取り戻さなくちゃならないわけだけど、もしここでベルンがベアトに負けちゃったら、最強の座が今度はベアトに移っちゃうじゃない。まあ別に私はベアトから奪い返す方が楽だからいいわけだけど、それじゃあ私の腹の虫が収まらないのね。ベルンは私が打ち負かす。そして最強の座も私が取り返すの。別にあんたに力を貸すわけじゃないんだからね。ベルンを泣かせたら許さないんだから。